伊藤幸也2割6分2厘4本12打点森原康平19試合2勝0敗 6H 防御率 2.65 ガチでウィンウィンやん。若さを考慮するとトントンくらいか。森原はマジで優秀。森原がきっちり3人で抑えてくれるからほんま助かってるわ。森原出てきた時の安心感すごいから助かるわ。糸井まだ1軍にいたのか。1軍どころかイーグルスの主軸やで。糸井が来てほんまに助かってる。でも森原がいてほしい時が毎日のようにある。 YD サメトレやと思っとったけど楽天もそんな風に思ってそうやな。最近明確な失敗トレードなくね。ゆきや思ったよりはやってるんだな。伊藤ゆきやってスポンの初めてを奪った男やって。3倍打点2期も満足。最初ハム専用機かなと思ったら他でも打ち出したな。日ハムさん、 DeNA さん、中日さん、ソフトバンクさん、この4球団の選手は他球団に行くと活躍するイメージ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、コメントもよろしくお願いいたします。